人じゃねえ。あの森見たく島を丸ごと呪うつもりなんだ。何を見た？奴ら鹿を殺したんだ。鳴き声が聞こえたし、腹綿のような腐った匂いもした。そやつらを見つけ、二度と鹿を殺さぬよう懲らしめねばな。像のような男は初めてだ。あの男とは共になれたと思う。しかしついに遺恨は晴れた。これで十分。
藤波や、おぼろに霞む頂の、流れも人も落つことはなし。足立殿、何やら不義を行ったでしょう。わしの勝ちだな。さあ、野営へ戻るとしよう。下道に負けた銭は返すなと教えられました。優れた者に負けるのは恥ではないとも教わったはずだが。次の勝負ではまず弓を改めます。ああ、よかろう。ただし
銭を忘れるな。次の戦でようやくしまいだ。その後この汚れた島を立つ支度を始める。足立殿、父上と話してまいります。行ってこい。戦の後は志村殿の家来に任せればよい。父上、お話が。よし、ついてこい。何用だ。戦の後、息に残って父上が治めるのですか。残らん。近江と戦場が我が家だ。お前はここを治めたいのか。以前はそのように望みましたが、今は戦場で生を感じます。堺の地だ。なぜです。管轄は志村殿が得手とすること。大風の雷光のごとく、大山の雪崩のごとく、それが堺の強者だ。それが堺。かつてお前は弱く臆病だと思っていたが、同じ時を過ごして悟った。堺殿、ご無礼を。しかし早馬から知らせが。ああ、しばし待て。行かねば。支度を済ませろ。今日はわしに続け。お前を守る。俺と同じ時を過ごして父上は何を悟った。思案すれども知る由もなし。天蔵のせいで散々だ。
がやればいいんだろう。こき使いやがれ。これはダメだな。初めにやってくれよ。少しでいいから眠りたい。少しはやるよ。こっち見るんじゃねえ。お前何者だ。さっさと行け。お助けを。厄介ごとか。人に見られてはなりません。糸と申します。森に囚われてるんです。他の人も私の兄も里に返してくれません。どういうことだ。その森とは。周りを見て。全て善信という僧の信者、皆全身に乗せられて猛虎に仕えています。そうが猛虎に寝返っただと。ここは変です。皆が傀儡のようで、私は従ってるように見せてますが。ここから出してやろう。お主も他の者も。よかった。ですが森を殺さないでください。全身の言葉にただ操られてるだけなんです。いいだろう。
では信者だと偽り、寺の内から他の者を探してみよう。教えは奉公に宿るという言葉がお役に立つかも。間もなく全身が森に降釈するはず。この道を行けば人に見られず聞けるかと。さあ立ってください。今のうちに。大高族に仕える。そうか、直ちに明らかにせねば。どの森も満足そうな顔をしておるが、本心なのか。猛虎の者だ。この寺を足場にして南を攻めるつもりだろう。あやつが前進。まず大高様はわしに夢を見せた。侍の襲来によって苦しめられるために、腹を空かせ血を吐いながら救いを求めるために。夢だと？大鷹の毒を飲んだのだろうか。しかし新たな道もお示しくださった。大鷹族に仕えれば抱えきれぬほどの福を得られるのだと。今宵ご一族が恐怖を安らぎに変えてくださる。さあ膳を備えよ。大高族は今宵来る。その前に皆を救い出さねば。信者を装い寺に入り、捕虜の居所を突き止めよう。鉱山の番頭だ。侍から身内を救ってもらって以来、善信様にお仕えしてる。なぜこの寺に参られた？糸という娘から善信様のお言葉を聞いたのだ。よろしければ捕虜の番をしよう。あの者らは捕虜にあらず、苦しみにより心を失った窓だ。本来は教えの意を悟るまでとどめるが、そなたには不要とお見受けする。そしてじきに息の皆も悟るだろう。大高様は我らの人力をお認めくださった。今宵ここに入りきらぬほどの褒美を携えて寺に入れますそうだ。ここを足場にしてお言葉を広められよう。息の端から息の外へも。まさに夢のようだ。さて今は急ぎ仕上げに取り掛からねば。さあこちらへ。手を借りたい森の者がおれば助けてやりなさい。ありがたい。よく励もう。妹は善信様に殺されないだろうか。どうしてそう思う？善信様は恐怖に歪んでた。あんた見ない顔だね。大鷹の幻。寺の番に手を貸すよう頼まれた。善信様の教えを学びたい。さらば私らの腹からだね。善信様の教えに従えば安らぎを得られるよ。そうであろう。なれども他の腹からはどうだ。教えを説くためよその者を誘ったとか。そうさ、苦しみから救ってやるんだ。その者らはどこだ？森が近づけないところさ。そこでは百姓の女子も戦に慣れた男も皆教えに従うようになる。ではよく働け腹からよ。
苦しみに抗っているゆえ口を聞けません。よるでない。そうか、奉公をと思ったのだが。中の奴らに飯を持ってきたよ。入ることはできんか。出ることも。この小屋怪しいな。扉が開いたら逃げるよ。バンがいるぞ。バカを言うんじゃない。ここから出たければ教えに従うしかないんだ。ここか。今逃がせば血が流れる。人目がなくなる時まで待つか。十分に探った。逃がすべき時を見定めよう。おい、新参だな。こっちに寄ってけ。腹からよ。しばし休んでもよいか。こいこい。だが酒を飲みたいってんならどっかから持ってきな。どうしてみんな寺に来ないのかね。大鷹が来てくれれば誰一人飯の苦労をしなくて済むってのに。酒の苦労も使えてりゃタダで食える。寝静まった。動くなら今だ。助けに来たぞ。教えに従うか。私を試してんだろう。いや、思いたがうな。ここに囚われておる者を救いたいのだ。糸という女子はどこだ。さあ、見たことない。うん、他の小屋であろうな。来た、大鷹族が来たよ。次の番はもう。俺がバンを倒しておこう。その後逃げよ。イネクヒスンフン、ウフフヨストイ、ヤマルネギョムハルボ。待たせてしまったな。逃げろ。ここにおれば見つかる。いけません。妹を見つけなくては。糸か。ええ、知ってるんですか。糸も救う。二人で里に帰れ。では丘の下で待っとります。
動くな。よかった。兄さんはどうなりました？すでに助けた。逃げよ。お主を待っておるぞ。他の人は欺かれてただけで殺される道理はありません。猛虎は始末しよう。全身と語らねば二度と会ってはならんことだ。命までは取らないで。良い方だったんです。大高族が息に来るまでは。Ne gümbel. Hoy. Arbo. Der Mund bei Starla. Hanon. あとは全身、寺の中だろう。내기 좀 봤습니다. 야 선배. 許せない。 これほど尽くしたのだ。 殺さないでくれ。 見誤るな。 大高はここにはおらん。 だが大鷹の毒は俺も食らった。一度は潰れかけたが己に相対することで打ち勝ったのだ。何が見える？叫ぶわらべ。侍に村を焼かれ、空手のわしに食い物を買う。なだめようとするか、泣き止まず。もう耐えきれぬのだ。耐え抜くのだ、今宵だけは。大高の声か。弱くなった。わしはこれまで罪なき者らに何を語った？何をしてかした？苦鬱であった。信者に全て打ち明けよ。大高族は恐怖で我らを操り、下人にすべく企んだと。急に服するため勤めよう。その後寺を離れる。大高の声が消えるまでは。いつか安らげるとよいな。痛み入る。いかような過去があるか存ぜぬが、そなたは勝てよ。
にあの人に会ったんだよ。Munba estarla. O samurai zuktachi. Jingle.
減はせんぞ。Harvats Ben! Sumter Habas Mischersen! Jamkarak to join! Dervish Basan Balota!
墓地地族的な息のクロードは走れ走れ柱は家に小便をかけた男を殺したらしいぞ。少し違うな。そいつはひどく酔っ払ってThank you.
待たせてしまったな。猛虎に捕まった時、あの人が代わりに猿の世話をしていた年寄りです。どこにおった？猿岩を見渡せる古い野営です。猛虎は島の獣を捕らえてます。殺すつもりでしょうか？調べてみよう。お主は逃げよう。母上は鹿を特にめでていた。一つ吹いてやるか。母上は俺を鹿のそばに座らせ、獣に古今集を読み聞かせようと。苦労したな。俺が使えると先に立って導いてくれた。空で覚えていたな。勝負！信号が降ってく！
おい、武道君来た。なぜ猿を檻に、船に積むのか。Alek Bolchich, here ya, Jingo. Dosho! 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 してからずっと
船座の津の近くには船の残片で作られた集落があるそうだ。覚えておこう。人が住んでおるのか。ああ、酒井の襲来について語る奴もいるらしい。酒井の襲来だと。ぜひ聞いてみたいものだな。曲は座して吹いてはならぬとか、体を動かせと聞いたな。猿のように大勢が家を失ったが、力を合わせて立て直す。なかなかだ。母上を真似て笛を左右に揺らせば得得できると教わったな。そういえばよく笑いながら吹いたな。猿が好むほど貴重な鞘とはな。欲しいのか、または笛を聞きたいか。Thank you.
たじけない。お前に代わって役に立てよう。かたじけない。お前に代わって役に立てよう。愛らしいな。戦の後、こうして父上の老刀と湯に浸かった。しかし父上は我らから離れ、一人川で傷を冷やしておったな。
弓矢はあったか。
猿は遊びを好む。母上曰く遊びを入れるのが得得への早道だとか。試してみるか。初めての即興は笑われたが、最後の時は目を閉じ聞き入ってくれた。頬に日が差した穏やかなお顔、病の姿ではなくあの顔をいつも思い出す。
せ。どの曲にすれば心安らぐ。質素な調べでなくとも良いと学んだが。母上は床に伏せる前、よく一人で鹿を見ていた。かまってもらおうと寄りかかると、父上からお叱りを受けた。母上は俺の方に触れてこう言った。安らぎは忍び寄ってくるものではない。その真意は何であったのか。が認めたなら文句はないさ。死者への手向けは持ってきたか。この石碑は誰を祀ったものだ。息の言うあるものさ。幾とせも前、対馬の鬼の化身長尾忠頼に殺されたものらだ。鬼だと？違う。忠頼公は阿左浦をお守りなされた。海賊から。寝言は寝てから言いやがれ。よくも島の勇士を恥ずかしめたな。悪心はなかった。ここに眠る死者を恥ずかしめることだけはするなよ。が信用し、
みんな死んじまった。もう前の域には戻らないね。
役に立てるかもしれませんよ。うろつくんじゃないよ。目につく野郎。
母上が生きておればこの地をめでたかもな。最後の曲を奏でよう、母上のため。父上は鹿のそばに母上を運び、俺はこの曲を吹いた。風変わりな調べであったが、俺が作った曲。母上は目を開け微笑んだ。心の内を全て明かしたかったのだが、しなかった。聞こえたから物言わずとも伝わると。と思ったら一人で番兵を三人も切ったんだ。またお前か。前を向くんだ。明日は今日と違う風が吹く。
はねえが、よくもねえな。ずっと騙されるばかりだ。風！いい感じだ。モーコと戦うよりかはマシか。騙されてるのか？
しい。礼を言わせてくれ。早く家に出たい。弓は扱えるようだな。船が燃えておる。戦か？調べてみれば。
船の残片。仕業だ。猛虎か。いや、他の海賊だ。裏切られた。山猫の一味が猛虎と結びやがった。兵具を手に入れ、ヒアリまで。その海賊はどこにおる？次に聞け。あいつなら知ってる。南の集落の赤い傘、伝えてくれ。奴らが来る。ヒアリの音だ。逃げろ。猫の一味、生き残りを殺す気だ。南の集落で杉を探そう。海賊が寝返るとはな。集落だな。訪ねてみるか。赤い傘の杉を知っておる者がいるはずだ。煙が。何が起きた？おびただしい火の矢が船から飛んできやがった。その船は猛虎に寝返った海賊のものだ。ある女が奴らを止められる。名は杉。赤い傘が印だ。知らないな。あんた何してる？
ああ、女を探しておる。赤い傘の杉だ。隣に夫婦が住んでた。男は三平、女は知らん。助かった。人が住んでおった。まだぬくい。あかね。私に用があるって何？害するつもりはない。人と申す。ことづてがある。集落を襲った船は山猫という海賊のもの。共に奴らを倒そう。私の居所知られてた。離れよう。集落のためだ。やだ、やめて。何も知りません。遅かったか。荷をまとめて、私が戻るまでに。あんたは来な。待ってるからな。無理はしないようにするよ。どうせ無理ばかりするくせに。次、山猫様がお呼びだ。セーベ、使いが上手くなったじゃないか。ふん、俺らは猛虎と手を組んだ。じきに島中の海賊を震え上がらせるぞ。皆殺しだ。山猫の一味は慎重で、兵具も多い。船を止める時と場所も定めてる。なぜ知っておる？一味だったからね。私が止めなきゃ山猫は容赦がなかった。三平に会ってその務めが嫌になったんだよ。でも逃げ切れるわけがなかった。奴らの港を言え。俺が行く。一人で行くなら私は降りる。ふん。では結託するほかないな。立ちさばきを見て奴らを出し抜ける案が浮かんだんだ。でもその前にあいつらの巣を調べる。西の海辺に村の跡がある。そこで会おう、ブーンを。あんたも。
せっ。ここで初めて酒を飲んだ。酒が尽きた。お前が取ってこい。はい、父上。みな、今日はよくやった。私からも礼を言いたい。父君のご尽力です。海賊は父君を人斬りと。実に殿にふさわしいの。私も見習わねばな。ではこれにて失礼。酒を頼まれたのだ。ああ、ではこちらを。海賊どもの酒ですがね、お持ちください。お持ちいたしました。よし、座れ。さあ、お前も飲め。老頭とは祝わないのですか。老頭との間には隔てを置かねばならん。なぜ。ひいきは好機を乱すからだ。父上のために戦ったのに。それが奴らの務め。問答は無用だ。わしと地頭殿もそうだ。お主の母とも同じことを語った。あれの言葉は助けとなったな。私も恋しく思います。千代は思いやりと知恵のある女であった。あれが死んだ時、わしの何かも死んだ。母上との思い出はこの笛だけです。聞かせてくれんか。さあ、吹け。初めて父上に頼りとされた。
初めて親子だと思えた。心にモヤがあるようだ。あの最後の戦で父上は船を出した浜へ戻らねば。よっちょっち、できてぼっかんちって。あきか、どっちろん。送ったぞ、あざな。前と同じ調べではよくない。猫のような荒々しい曲は。せずして新作ができた。茶のたしなみ方を丁寧に教えた後、茶碗を割った母上を思い出す。別の器に茶を継ぐことになったが、習わしを知るだけでは足りず、それを破ることで本質を知ると言っていた。
杉と落ち合うはずだが、どこにおる？山猫の位置、倒しておかねば。逃がしてやる。ありがとうございました。見惚れちまったよ。あんた侍ではないの？実は何者なんだい？お主と同じ人に追われる身だ。入江を探った。あいつら人と日和を引き換えてる。人売りということか。これ以上許すわけにはいかん。ああ、二手に分かれよう。浜の小勢を始末しろ。俺は船を。私よりうまく船に忍び込めるわけないだろ。だが山猫は手強いのであろう。私が殺さなきゃ。あいつは弟なんだ。身内を殺すこと、身を切るばかりの辛さだぞ。ああ、では海辺にある奴らの野営へ向かう。しかし相手は多勢だな。あいつらのヒアリを奪ってあんたに加勢する。よし、猛虎は海賊に裏切られたと思い、いずれ切り合う。合図で居所を知らせる。焚き火に細工して火を大きくしよう。死ぬな、杉。あんたも。近くに高台がある。万平がいるけど。万平は俺が切る。その後北の海辺で待つ。日が落ちれば杉も船に忍び込める。調べてみよう。この結託も今日までだ。焚き火を用いて合図を送れば日和を放てよう。海賊と猛虎兵、厄介だな。杉に知らせよう。
そう、どうそうそう、どうそう。もうこの奴らめ、裏切りやがった。これで猛虎と海賊がいがみ合う。さらば杉、心安らかに眠ってくれ。
ここへ。三平のところに戻り、司祭を伝えねば。番をしたな、亡き父上のため。その曲、美しいものでございます。成り合っておらん。父上、忍ぶ曲だ。失礼を妨げてしまいましたね。父君の荷ですが、いくつか見つからないのです。私が探す、しばしまで。承知いたしました。父上、続きは対馬で。これは母上が書いたもの。母上の声を思い譲るため。どのような声であっただろうか。大風の雷光のごとく、大山の雪崩のごとく、これすなわち堺の強者なり、父上の遺言となってしまった。戦で折れたと叔父上から聞いたな。父上の力におののき、逆党は直ちに降参したとか。陣、ほどなくして出立だ。しかし足立殿、父上の荷が見つかっておりません。近くで海賊を見たという者がおります。さあついてまいれ。承知しました。しかし下に無念であった。皆は悲嘆に暮れておる。痛み入ります。大海の民は弔いの手はずを整えておる。わしが陣を連れてまいろう。父君も。お助けすべきだった。さすれば陣も切られておっただけだ。お主が家督を継ぐのだ。じきに父君の鎧も継ぐことに。私はふさわしくない。足立殿、
大勢の海賊が向かっていると早馬が、急ぎ出立すべきかと。しかしまだ荷を積み終えておりません。捨ておけ、人の命の方が大事だ。酒井殿のご下旨だ、行け。息での思い出から逃げてきたが、再び相対して父上の本心を知った。戦の後、酒井忠という鎧を脱いだ後は一人の男だった。常に何かを追い求め、いや己から逃げていたのか。あの日ついに立ち止まってくれたが、時すでに遅かった。Thank you.